海底軍艦は1963年12月22日に公開された東方製作の特撮映画。正月工業作品。カラー、東方スコープ、94分。平映は、花はじめとクレイジーキャッツ主演の香港クレイジー作戦。原作は1900年に発表された、押川俊郎の小説、海底軍艦。映画での登場人物や設定は、 映画オリジナルのもので、少数の人員が孤島で海底軍艦を建造するという大まかなストーリー以外、ほぼ独自の内容となっている。脚本の関沢真一は、海底軍艦は子供の頃に呼んで、とにかくロマンというイメージがあった。現代の設定に置き換えるにあたり、このロマンをどう描くか考えたとコメントしている。やはり原作通りの、 ロシアが敵役などの設定は時代的に無理ということから敵を格納む帝国と設定し自身が戦時中に関わった南方前線での寄せ集めの機材による戦闘機建造の体験をベースに骨太のストーリーを構築している。前年からこの年にかけ東方では本作以外にも太平洋の翼、人太を要塞爆撃命令。 マタンゴと特撮の比重の大きな作品が続けざまに組まれており、つぶらやエジだけがすべての特撮現場を認じていたつぶらや組、特撮班の撮影スケジュールは過密状態となっていた。さらに本作品はとんざした作品の代替として制作されたため、当時の東方特撮の正月映画としては、本作の特殊撮影のスケジュールは約2ヶ月とやや短めである。つぶらやは、 過密な撮影スケジュールを鑑み、戦時中に、ぶら屋門下だった、川上啓示を B 班監督に起用することで、対応している。川上は、ぶら屋と決別して、松竹映画に引き抜かれていったという過去を持つが、つぶら屋は全く意に介せず、翌年には、ぶら屋特技プロダクションのスタッフに招いたため、その度量の広さは関係者の語り草となった。 さらに前年に特殊技術家に配属されたばかりの中野、秋吉が C 班を担当した。ラストシーンの会場爆発はカメラを上下逆にして水槽に絵の具を落とすことで表現している。丸の内崩壊シーンの冒頭にマンホールの蓋が蒸気で吹き飛ぶカットではマンホールの蓋を軽いウェハースで作って撮影した。人工衛星のカットには地球防衛軍や宇宙大戦争の 宇宙ステーションの映像が流用されている。プロデューサーの田中智之は本作に登場する神宮寺八郎の名を気に入り、自らのペンネームにもしている。英代はアトラゴン。好評だったらしく、実際には続編ではないイドレー大作戦が、海外ではアトラゴン2の題名で公開されている。ドイツでは U2000 という題名になっている。 高天王の英語名、アトラゴンの由来は、アトミックドラゴン。日本の土木騎士が行方不明となる事件が相次いでいた。こうした事件の現場に居合わせたカメラマン機中心と、西部前任は、被写体としてスカウトしようと、光国海運のクスノキミ専務の秘書、神宮寺誠を追跡し、クスノキミと誠が、ムー帝国工作員23号と名乗る怪人と、 工作潜水艦に誘拐されようとするのを阻止する。後日、ムー帝国からの脅迫フィルムが届いた。それは12000年前に海底に沈んだ伝説上の大陸ムー大陸を支配した帝国が自滅を資源とする強大な科学力を持って今なお健在であると示し、神宮寺大佐の海底軍艦の即時建造中止と、かつてのムー帝国の植民地であった。 地上全世界の即時返還を要求していた。同じ脅迫フィルムが国連の場にも届けられていたが即時目殺された。だが、世界各地の海岸地域での大陥没や貨物船が謎の潜水艦に襲撃、撃沈されるなどの異変が相次ぎ、世界各国は総合防衛司令部を設置、最新鋭の原子力潜水艦。 レッドサタン号や人工衛星による警戒網を動員する。だが、ムー帝国の潜水艦を深海に追った、レッドサタン号は水圧に耐えきれず悪海爆破。地上人の手の及ばぬ深海のムー帝国の科学力は恐るべきものであることを証明する。ここに至って、日本の治安担当首脳は、元大日本帝国海軍少将のクスの君に海底軍艦の出動は、 国連の要請であると伝えるが、クスの君は元部下、神宮寺の秘密を告白する。終戦時、神宮寺はイオン百三戦で反乱を起こし消息を絶ったと。その時、警視庁からムー帝国の工作員と思われる男を捕らえたとの連絡が入る。捕らえられた男はムー帝国人ではなかった。神宮寺大佐の部下、天野平壮である。 神宮寺大佐が健在であることを知り、楠の君らは神宮寺に会うことを決意する。神宮寺大佐の根拠地は知られざる島にあった。その名も、皇天剣無大基地である。海底軍艦皇天号の驚くべき性能の一端を示した試験高校の成功に応う神宮寺に、楠の君は、非道なる無帝国撃滅のために、海底軍艦の出動を要請するが、拒絶される。 神宮寺は大日本帝国海軍の最高を堅くなに望んでいた。誠と旗中は通列な抗議をするが、一行に混じって海底軍艦基地に潜入した雲の魚人イコールムー帝国工作員により、基地は爆破される。ムー帝国に拉致された誠と旗中は、ムーの大群衆の極彩式の軍部の中で、華麗なるムー帝国皇帝より守護竜万ナの生贄として、 死刑を宣告される。なおも世界を脅迫し続けるムー帝国によって世界各地に最後通告が行われる。東京丸の内も干没、ムー帝国の潜水艦の海溝船により、東京湾の船舶が炎上する時刻図の中を海底軍艦の有志が空中に出現する。これ以上のムー帝国の暴虐を阻止せんと破壊された。 基地をドリル昇格で突破して出撃したのだ。先行し、逃走を図るムー帝国の潜水艦を追って、海底軍艦もまた先行する。一方、旗中と誠らは拉致された土木技士らと共に奴隷労働を強いられていた。旗中は作業現場より持ち出した特殊火薬を武器に皇帝を人質に取り、脱出を図るがここは海底である。だが、そこに、 ムーの潜水艦を追って、コ天テが到着する。マンダの妨害を排除し、クスの君とジングらジラは脱出者をコ天王に収容した。今こそ心を一つにした父と娘の再会である。喜びもそこそこにコ天王はありえざるゲストを迎えることになる。ムー帝国の皇帝だった。ジングジの和平の提案を無礼と一周し、自分を殺せてもムー帝国を滅ぼすことは、 不可能と冷たく言い放つ皇帝に対し、神宮寺は、毅然と、ムー帝国の心臓を攻撃すると宣告する。ムー帝国の動力炉に侵入した皇天皇帝身隊は、小型冷戦砲で、警備兵を一瞬で凍りつけにし、動力炉は、次元爆弾により爆破される。ムー帝国長老、工作員23号、運の魚人は、ムー帝国潜水艦で、 動力路襲撃の難を逃れ、帝国の大爆発から脱出した、光天号を攻撃するも、光天号の監視冷戦法で凍り付けにされ、大爆発に巻き込まれ全滅する。帝国の崩壊を目の当たりにした皇帝は、光天号を降りて、帝国と運命を共にし、神宮寺たちは、皇帝と帝国の最後を見届ける。地上人類、ムー帝国自衛隊海上保安庁警察。 消防大日本帝国海軍アメリカ軍、ムー帝国工作隊古代に海中に没し,した大陸の末裔。彼らが記す英語表記は MU。女皇帝をいただき、海流マンダを守護神として崇め、太平洋某所の深海底に巨大な動力炉を中心とした古代エジプトに似た風俗の、それでいて地上の文明先進国よりも進歩した科学力を誇る。 大帝国を築いている。地殻変動により、帝国の終焉が迫り、地上に再び帰り咲き、世界をその植民地にせんと企む。地上の人間が火傷するほどの高熱を体内から発することができる。海から現れる際には、体温と海水温の温度差で蒸気を伴うため、西部前人は彼らを蒸気人間、または温泉人間と呼んだ。 その反面、寒さに弱い。地底国では、落盤が頻発するため、地上の土木技師を工作員が拉致し、修復に当たらせている。また、動力炉に危険が及ぶためか、警備兵は、銃砲類を持っておらず、槍、または担当という、全時代的な武装である。全身を鱗で覆ったような銀色の潜水服剣戦闘服を着用する。 この姿で三原山の河口から現れ、鳥のような形の飛行爆弾を使って爆撃を行う。この飛行爆弾は体当たりすることで爆発するが、威力は1機だけで自衛隊のジープ1台から大型貨物船1隻を大破、炎上させる威力を持っている。1968年8月1日には、怪獣送信劇の兵衛作品として再上映された。 冒頭の蒸気人間のシーンや、旗中と神宮寺の会話における戦争機違外発言はカットされている。再編集版制作の際にレッドサタン号の乗組員が英語で話すシーンの字幕ネガが紛失してしまったため、映像ソフトではビデオテロップになっている。再編集版では一部カットされているが、オリジナル版の公開当時の字幕が表示される。ありがとうございます。